この時間も録音しておかない？おお、つまり放課後ティータイムっていうのはな、今を生きる高校生のロックスピリッツを熱く激しく表現するロックバンドっつうかさ。いいこと言おうとしてるだろう。だって後に残るんだろうこれ。では部長のりっちゃん、あなたにとって放課後とは？そうだな、人生の無駄遣いかな。確かにな。本当ですよね。ちょっと聞いてみよう。やめてください。はい、みんなスタンバイ。いきなり？あ、待って待って。あ、そっか。はい、入りました。よいしょ。いいか？いいよ。いいよ。いいです。はいはい。ワン、ツー。君を見てるといつもハートドキドキ。揺れる想いをマシュマロみたいにふわふわ。いつも頑張る。ないと切ない。
まだ1曲目ですよ。そうだっけ。よっ。はい、次カレー。カレーな。甘口で。カスカレーで。ラッキョウ好き。ラッキョウ。意味不明です。おい、行くぞ。はいはい。はいはいはい。
活動の記録というか青春の証とでも言いましょうか。きっと聞き返したら恥ずかしくなること間違いなしですが。へえ、そっかな。ま、若いということは恥ずかしいことだらけですからね。いやーん、バカーン。そのリアクションがもう恥ずかしいですよ。そろそろ次の曲行こう。次、筆ペン。あー、ボーカルどうする？え？あー、そうだね。ハクチ、ごめん。いいよ、やっちゃおう。やっちゃおう。よし、行くぞ。ワン、ツー、スリー。
温度バージョンどうする？温度？ああ、あれ。ふってぺん、ふっふー。うまい、みおちゃん。いいですよ、とんなくて。残念じゃ。無念じゃ。じゃあ、次は、よいしょっと。オッケー、ワン、ツー、スリー。頭の中思い出いっぱい溢れそうなのちょっと心配、とりあえずヘッドホンで伏せろ。どうぞどうぞ無事、欲しいものは欲しいって言うの、したいことはしたいって言うの、だけど言えない言葉もあるの。
純白で素直一風、甘くてうっとりしちゃうぐらい。ときめき詰まってる、とろりマーボー。コンフレーク邪魔をしないで、こめかみ泣せの冷たさが心地いいの。季節限定なんだもの、カロリーなんて気にしない。Go, go.
再開します、再開します。はーい。次、ときめきシュガー。あ、待って待って、私のピックどこ？大丈夫。ワン、ツー、スリー、フォー。切なあなたにキャラメルソース、グラニュー糖にプラムシュガー。大切なあなたにキャラメルソース、メイプルハチミツは3本。あなたのためにキャラメルソース、私かけてく君を見てると、気にされたから。
何から話せばいいのかな、好きから始めていいかな、前行き踊った気持ちみたい、なんか嬉しいね、数えたらわかる。
取れてあと1曲だな。
&I だけは。さあ、行くぞ。せーの。メンバー紹介しなくていい？じゃあ各自名前
中リツ、ことぶきつむぎ、秋山美代、中野あずさ、平沢ゆい、放課後ティータイムでした。